どうも秋葉大成でございます。いつもありがとうございます。はい、ということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の、音楽やアーティストを中心に僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといった、チャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただけますと、幸いでございます。はい、ということでですね、今日も、名盤の方ですね、ご紹介していければなというふうに思いますけども、今回はですね矢沢永吉さんでございます。まあ、矢沢さんの名盤今日もねご紹介していこうと思うんですけども、矢沢さんといえば僕この間ですね、まあ、そのサブスク全部解禁されましたよということでですね動画撮った、わけでございまして、まあ、それからというもののね、もうねずっと矢沢さんの音楽結構聴いてる、無意識のうちに聴いちゃってる部分がずっとあって、あのずっと前から聴いてた曲でも改めてなんかこう聴くっていうのがなんか最近自分のブームになってたりとかしてですね、この間もですねこう車を、でですね、一人でこう聴いたりとか、まあ、そういう感じなんですけども、ね、しかもね矢沢さん最近ねビッグニュースでですね8月28日のですね50周年の、国立競技場でね行われた、まあ、記念公演でなんとビーズがゲスト出演したっていう、これやばいなって思いますよね。マジみたいなね。前とかはね、あの河本ひろとさんとかマーシーとかね、出てたっていうのもあれもねすごい、インパクトでかかったんですけど、ビーズとこのコラボっていうのもなかなかこう、すげえなって純粋に思っちゃいました。ということで、今日はですね矢沢さんのこちら、アデイ、こちらご紹介したいなと思います。ソロセカンドアルバムでございます。はい、こちらもね大好きなんですよね。矢沢さんの名盤の中でもね大好きなんですよ。で、僕矢沢さんのファーストアルバムの I Love You OK、 それからですねゴールドラッシュを、紹介した動画があるので、そちらリンク貼っておきますので見ていただければなと思うんですけども、そのまあ狭間にある、アルバム名盤でございます。これねアデイ、今日はこのアデイを、軽くご紹介できればなというふうに思います。まあ、今日もアルバムの、なんか、概要とそれからですね収録曲について、まあ、ざっくりご紹介できればなと思いますので、最後までご覧いただけますと幸いでございます。はい、ということでですね、まあ、今回もねこのアデイ、こちらご紹介しようと思いますけども、まあ、このアデイのこのレコード自体はですね、あの知り合いの方にですねこういただいたという、まあ、そういう感じで、矢沢さんのアルバムってですね自分で買うこともあるんですけども、結構好きな方からですね譲っていただけるということが多くて、I Love You OK なんかもそうでしたね。でもまあそういうことの縁が多くて、最近まあこの LP 版で聞くんですけども、やっぱりこうサブスクでね音が良くなったという、まあ、ことでね LP もいいんですけども、最近のこの、サブスクで聞くっていうのもまた、いいのかなというふうに思っていてですね、まあ、このアデイどちらももう一回改めて聞いてみたんですけど、やっぱ名盤だなと思います。なぜかというとですね、まあ、名曲と言われるものたちがめちゃくちゃ多いなって本当に思いますね。これは一応1976年かな、に出されました CBS ソニーでございます。僕やっぱね矢沢さんのね名盤めちゃくちゃ好きなんですけども、特にやっぱ初期の、まあ、CBS ソニー時代のね、まあ、I Love You OK もそうですし、Kiss Me Please とかドアを開けろとか、そういったのもすごく好きなんですよね。前回の I Love You OK ファーストアルバムの方では、まあ、ロサンゼルス、レコーディング、したわけですよね。 A&M スタジオというところで、やったというお話をしました。それとはまた違って今回では、矢沢さんの、まあ、プロデュース的なところも、兼ねて参加ミュージシャン、それからスタジオが日本になってるわけですね。 A&M スタジオからですね日本の六本木のスタジオでレコーディングするということで、やっぱりおそらくですねその過去の前作の、まあ、I Love You OK でロサンゼルスレコーディングでめちゃくちゃこうインパクトを受けたんですよね。この演奏人とかバックミュージシャンの、まあ、その仕事のこう効率的な速さであったりとか、もちろん音ですよね、そういったところや腕とか音、そういうなんか立ち振る舞い含めてかなりこう衝撃を受けたという、まあ、ことなんですよね。でそこでなんかある意味こう音楽制作というものなんかをこう学ん で日本でもそこまでこう機材とかに大きな変わりはないからできんじゃないかということで、日本でもっとやってやろうということでですね、編曲家をまあね、水谷公男さんなんかにこう依頼したということなんですよね。まあ、水谷公男さんはね僕の動画ではよく出てくる、まあ、アレンジャーでもあるわけですけども、まあ、浜田省吾さんとか、有名かなと思いますけどもね、まあ、非常にこのやっぱ元々グループサウンズの出所というところもあ
っても日本では欠かせない方ですよね。まあね、I Love You OK はですね、まあ、海外のマイク・メルボーンさんが、編曲してますけども、今回は、水谷公雄さんが編曲してるということなんですね。ですね、レコーディングエンジニアに吉野金次さんをお迎えしてるわけでございます。まあゴールドラッシュなど他でもね、吉野金次さんってまあもちろん活躍してますけども、まあ、この吉野金次さんもね、まあ本当もういっぱい出てきますけども、佐野さんのサムデーの時も、そうですしね、あとまあ本当にね風待ちロマンとかをこう支えた、エンジニアでもありますし、細野さんのですね細野ハウスとかねアイドとかね、まあとにかく素晴らしいエンジニアで、まあ日本の音楽を支えてきた、まあロックンロールを支えてきた方でございます。やっぱりですね、ミュージシャンも全体的な音楽性としても非常にこのホーンであったりとか、まあブラスですよね、そういった音色っていうのが、まあ I Love You OK とかで海外のこのホーンセクション的なところにものすごく多分影響を受けたのかなというふうに思っていて、まあ非常にこのアルバム全体でホーンの使い方とか、特にやっぱり矢沢さんのこの一人のロックソロのロックンロールのこう基盤になってくるブラスであったりとかストリングスというところの、音というのがな、ここで確立されたんじゃないかと思うぐらい非常にこのブラスアレンジが豪華になっているのかなと個人的には思っておりますね。あとね、このアルバム全体的に僕はベースがすごく、なんかとにかくこう目立ってるというか光ってるなって思うんですね。後藤嗣俊さんがですねベース弾いたりすること、するんですけども、非常になんていうか全体のこのベースラインのこの動きであったりとか、そこがすごくこうインパクト強いんですよね。すごくベースが際立ってるように僕思えて、ベースだけで聴くという聴き方も面白いんですよね。特に僕はですね、あの真っ赤なフィアットという、まあ後ほど曲紹介しますけども、この楽曲のですねアウトロのですねベースのチョッパーとパーカッションが絡み合うところなんて、ベースがもうとにかくラリーグラハムかというぐらいの、非常にうねりある動きになっていて、もうすごいなって思うんですよ。だからとにかくベースかっこいいなって思います。ベースはすごくかっこよくて、このねベースが強調される、重低音が強調されるヘッドホンで聞いた時のあの高骨感っていうのが僕は楽しいんですけども、ドラムなんかはですね井上隆之バンドという、まあね、もうバンドに沢田健二さんとかのねバンドに所属していた田中清さんという方が弾いていたりとかします。まあアコギとかはね吉川中英さんとか、弾いております。あとまあ、コーラスもすごい特徴かなと思います。なんかソウルフルな女性コーラスっていうのが、またこれも肝、まあなんかすごくロサンゼルスの影響受けてるっていう風に僕は、感じたりしますね。他にもねいろいろまあアーティストいるんですけども、ゴールドラッシュとかではね逆にこうなんか、まあシティポップ界隈のというか、まあ坂本龍一さんとか村上ポンタさんとかまた活躍するんですけども、まあこのねアルバムも非常にまあ腕利きのミュージシャンだなという風には、感じます。深くかっこいいですね。であとアルバム全体的な流れっていうのも、まあその A 面とかでは特にですねしっとりした楽曲とロックンロールがこう交互になんか配置されてる感じとかね、全体的なこのなんかアルバムとしてのバランス感覚っていうのも、面白いなと、思います。でね、まあ、作詞に関しても非常に有名な方々かなと思います。本当にやっぱ西岡恭三さんとこうあの矢沢さんの親和性って非常に僕高いなって思ってて、すごくこう矢沢さんのこのなんていうかこう心の奥にあるこうスピリット、こうイケイケロックンロールという、まあ、そこの矢沢さんのかっこいい部分もそうですし、そこに眠るこう繊細な、部分とかちょっとこう切ない部分みたいなのもこう抽出するのがすごく僕はすごいなとかそう思ったりする、なんかところなんですよね。だからそこのまあ親和性もまたさらに高いんですよね。でさっきも言いましたけども名曲がとにかく多いんですよね。まあとにかくまあ後ほど紹介しますけども、まあ、トラベリングバスとか、まあ、これも西岡恭三さんですけども、ああいった曲があるということで、あとまあアデイとかね、とにかく名曲ばっかでございます。アルバムのねこれがまたかっこいいんですよね。人生が愛が友達が一日で変わっていく青春の日々、振り向くことはない、でも俺はもうここまで来てしまった、そして今日からアデイ矢沢永吉ってかっこいいなと思いますよね。なんかこうソロになってこうやっぱり人がこう離れていくとか新しい境地に立ったり環境が変わると、まあその過去の付き合いであったりとか過去のこうねなんか取り巻く環境、人人間関係とかそういったものがこう変わっていく、でもやっぱり自分は前に進むためにはそういった周りの環境とかとにしがみついてるわけにはいかないっていうね、旅立っていかなきゃいけないという、まあそういうところが全体のアデイというものに僕は組み込まれてるのかななんていうふうに思っていて、非常にこの僕はですねなんか全体歌詞の緻密なところというよりかはアルバム全体
帯を聞いてすごく心に刺さるものっていうのが非常に多いんですね。とにかく名曲だらけになっておりますので、どんな曲が入ってるかざっくり紹介していこうと思います。ということで、まず一発目、気ままなロックンローラー、これももう最高の楽曲でございます。西岡恭三さんでございます。西岡恭三さんの歌詞はとにかくいいですね。僕はね、西岡恭三さんの歌詞はね、横浜二十歳前のね、西岡さんの歌詞とかもすごく好きなんですけども、一発目のロックンロールって感じで非常に爽快感みなぎる楽曲で、感想のこう一瞬ベースに入るとことかね、とにかくイケてる楽曲になっていてですね、ザロックンロールみたいなね、エレキの鳴りとかもかっこいいですよね。はい、そして続いて最後の約束でございます。これは、作詞が相沢幸雄さんでございます。セカンドシングル真夜中のロックンロールの B 面になっているわけでございます。これもね、アコギと管楽器のこの洒落たイントロから入るんですよね。この乾いたアコギのリズムセクションとか、全体的にですね、ウエストコースト風な感じの洒落たナンバーになってるのかなと思います。しっとりしていてね、僕は、結構好きなんですけども、振り向くなあの街を、操作あいつのことは忘れろ、変わらない愛なんていつだってただの物語というね、ちょっと切ないんですけども、こう変わらない、愛なんていつだってただの物語というね、振り向くなってこう街を出てくんだという、そういうね、男らしさを感じる楽曲かなと思います。そしてトラベリンバス、これはもうね、まさに名曲ですよね。やっぱりイメージとしては、僕はですね、こうライブのイメージがやっぱね、皆さんもそうだと思うんですけど、すごく強いんですよね。ライブのこう一瞬照明が落ちて、ルイジアナーのあの破壊力とかも素晴らしい、半端ない曲ですよね。もはや、矢沢さんのこのほぼ代名詞のような楽曲でございますよね。こうお客さんと一緒にこう成長していった、ライブでこう成長していくような、そういうめちゃくちゃ、ライブとは関わりっても切り離せない名曲ですし、これのオリジナル版というのがですね、ここで、聴けるというのがですね、また面白いですよね。ライブのステージの一体感とか半端ないですしね。で、僕も最初はね、やっぱライブの音っていうのが、ね、入り口ではあったんですよね。僕が確か中学とかの時にね、この曲に出会って、うわかっこよと思って、それはライブだったんですけども、そのライブのこう音と、このね、原曲の音をこうね、聞いた時もね、こういう衝撃もありましたけど、本当にいい曲ですね。改めて本当にブラスの盛り上げ効果とかは非常にすごいです。とにかくルイジアナの、破壊力半端ないですね。そして女性のコーラスとかね、そこもすごくこうソウルフルでいいですよね。初の、タイアップ曲ソロとしてはということで、ラジカセですねの CM に使われたということでございます。西岡恭三さんのですね、このアメリカの州を連呼するというこの歌詞ですよね、すごいですよね。ルイジアナとかテネシーとかシカゴ、ロサンゼルス、ルイジアナ、メンフィス、ジョージア、カンザスシティとか、こういう着眼点もまたいいですよね。なんか音楽をこう基軸にした都市をこう連呼するみたいなね、すごく憧れもあると同時に、そこにたどり着いてやるんだぜというね、そういうなんか勢いもありますし、やっぱり僕はね、きつい旅だぜお前にわかるかいと、あのトラベリンバスに揺られて暮らすのは若いお前はロックンロールに憧れ生まれた街を出るというけど、その日暮らしがどんなものなのか分かっているのかに、ね、もうまさに矢沢さんのね、とこだし、でもやっぱこれ自分に置き換えてみるのもまたね、すごくこう染みたりするんですよね。落ち込んだ時とかこれ聞いてね、なんか奮い立たせることはよくあります。はい、そして続いて親友ですね、山川圭介さん作詞でございます。山川圭介さんといえばね、矢沢さんも非常に名曲多いですけども、引き潮とかね、あと時間よ止まれがね、めちゃくちゃ有名ですけども、あとチャイナタウンとかね、素晴らしい作詞です。人の詩もすごい好きだな。でやっぱりこれもね、バラードな感じですごくこう感動的な感じなんですよね。ピアノとかアコギもいいですし、ストリングスの使い方っていうのもですね、アデイもいいんですけど、この親友のストリングスの入りもすごく泣きの感じがあって、僕は好きなんですよね。歌詞もいいですよね。これ男同士のね、なんかこう切ない別れみたいな感じで、歌詞の中でどんな恋にさよなら言うよりも男たちの別れは寂しいという、そういう僕はすごく好きな歌詞があるんですよね。なんか非常にこの友情を歌った楽曲って他にもあったりとかすると思うんですけども、やっぱりこのね、男同士の切ない別れっていうのは、もう確かにこの恋とかっていうのも、ある意味ね、それも悲しいですけども、男同士っていうのはすごくやっぱ絆が固ければ固い分、胸をこうえぐられるような、感覚ってありますよね。とにかくこれは名曲だと思います。そして続いて真夜中のロックンロールでございます。これセカンドシングルで矢沢さんが作詞してるんですね。これもかっこいいですね。お願いだベイベーのところ、お願いだベイベーのところの盛り上がりもこれ半端ないんですけども、ブラスが上と下でこう重なっていってる感想
部分から女性のソウルなフルな側の女性のねコーラスと絡み合うとことかも圧巻ですしね、これもまあザ・ロックンロールという感じで、あのアウトロというかね最後の方でこうねなんかベースだけになってそこからこう徐々に盛り上がってくるみたいなね、そこのこうなんか全体的にこうライブパフォーマンスを見てるようななんかサウンドになっていて僕は好きなんですよね。そして昼下がりですね、これは相沢由紀夫さんの作詞ですね。これもやっぱ特にやっぱベースの音際立ってるのかなというふうに思います。これも結構好きなんですけどね、どっしりとした音構えになってるんですけども、アコギのこうバッキングがこうボサノバ的な雰囲気のリズムというかそういうものを刻んでるんですよね。あとまあアウトロのですね徐々にこうパーカッションが消えていくところのああいうエンディングの使い方とかね、非常にかっこいいなと思います。で、古いラブレター、これ西岡恭造さんでございます。作詞、これもまたねベースがいいんですけどどっしりしててね、このねなんかメロディーがすごいかっこいいなって僕思います。あの英語の使い方ですよね、 Just I get your letter sent from you っていうところの、ところとか、その後 many 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 とかね、 time is gone by me とか many many のこのなんていうかやっぱりこの矢沢さんのこうレノン・マッカートニーばりのメロディーラインのセンスですよね。日本語という英語のこうなんか使い分けみたいな、そこがとにかくかっこいいですよね。具体的なねキーボードとか、ギターサウンドとかのこうゆとりもすごく良くて、全体音楽のこう引き算の美学みたいなのがすごく確立されてる楽曲だなと思っていて、哀愁があって好きですね。そして6月の雨の朝、これ作詞、矢沢永吉さんですね。これも切ない歌なんですよね。なんかメロディーもちょっと不思議な感じがあって、全体的な世界観もすごいシリアスな雰囲気があるなと思います。ギターソロもすごい泣きのギターソロだなと思うんですけども、でこう後半のね僕はこうあの時ただ一言の後のこうところのストリングスがこう刻んで入ってくるんですよね。パーンとこうなんか滑らかになってるストリングスからこう徐々にこう刻んでくるという、そこの世界観というのが非常にこの迷宮に迷い込んだような、そしてちょっとシリアスな雰囲気でもまとっていて、そこのアレンジ、それがまさにこの6月の雨の朝のちょっと別れの切ない部分というのを強調している音楽性になっていて僕は好きですね。続いて真っ赤なフィアット、これはもうこう特に好きかな。これかっこいいですよね、ロックンナンバーで、これ西岡恭造さんこう成り上がり的なねなんか世界観なのかなというふうに思うんですけども、女性のコーラスもかっこいいですし、セリフのような英語の、ね、矢沢さんのこうなんか、こう特あのセリフのような英語がパッと入る瞬間とかね、かっこいいな、ちょっと荒削り感もあってすごい好きなんですけども、さっきも言いましたけども、アウトロのねベースとこうパーカッションとカッティングギターが絡み合うところのあのなんかラリー・グラハムバリのあのチョッパーのベースがすごいかっこいいんですけども、だから全体的にこの爽快感もあって、疾走感があって、もうこの真っ赤なピアってめちゃくちゃいいですよね。なんか歌詞もそのストーリーというかね、なんかこう物語がなんとなくこうつかめるような歌詞になっていて、ダンディーですごいかっけえ曲だなと思います。そしてですね、これもねディスコティック、これもねまあ本当にロックンロールという感じでがっつりロックンロールでですね、これ結構このアルバムの中でも一番こうなんかはっちゃけてる感じというか、そういう風に僕は映りました。個人的に恍惚感もありますし、ギターソロも最高ですしね、非常にロックしてるなという風に思います。これもすごい好きです。相沢由紀夫さん作詞でございますですね。アデイ、まあ、これはもう不朽の名作ですよね。これはやばいですよね。なんかね本当にこの楽曲はもう心に染みてダメですね。これ私仕事で恐縮なんですけどね、この間ですねあの東名高速道路ですね、あの一人で車走ってたんですね。それで帰り道、まあ、時間的には夜のですね夕暮れから、夜にかける、まあ7時前ぐらいだったのかな、あの時間帯にこうね、矢沢さんの曲をシャッフルでね、なんかね、ストリーミング解禁されたからね、いろんな曲聴いててね、シャッフルでこのアデイがかかった時、これ泣きそうになりましたもんね。なんていうかこの夜の帳のあの雰囲気とね、それからこう自分のこう今置かれてる状況、それから過去の自分とかいろんなことをですねぼんやりと思い浮かべながら、この矢沢さんの低音のこうなんか哀愁ある歌声、それから全体を包んでくれる、ピアノの音、ストリングスの音、そういったものに包まれてすごく泣きそうになっちゃったというねエピソードがまあ僕個人的にあるんですけども、まあ、全体的にやっぱ僕の人生の節々でこのアデイっていうのが強烈なインパクトと強烈な何か感動的なものを運んできてくれる、なんか1番ピアノの基調のところが終わって2番に行く前にこの泣きのストリングスが入って、そこから感想で入って、そこからね、2番に行くという、まあ、この流れも最高ですよね。西岡恭造さんのやっぱ歌詞もすごいなと思います。はい、ということで今回ですね矢沢永吉さんのセカンドアルバムアデイ、こちらご紹介しました。本当に名盤だと思います。矢沢さんね、ぜひ今ストリングス
リーミング全部解禁されてますので、聞いてみてください。はい、ということで今回は以上になります。ありがとうございました。